練習用ヘルメットにファンからもらったプリクラをびっしりと貼ったプロ野球界のプリクラ王、ドゥエイン・ホージー。今回は強く明るく楽しいみんなのヒーロー、ドゥエイン・ホージーのキャリアを振り返ります。アメリカ・ペンシルベニア州で育ったホージーは、大学卒業後、1987年のドラフト会議においてホワイトソックスから13巡目で指名を受け入団。その後94年にトリプル A で打率3割3分3厘、ホームラン27本、打点80、盗塁27という活躍を見せ、MVP を獲得します。この時、日本の球団から声がかかっていたといいますが、メジャーデビューの夢を捨てきれず、アメリカに残ることを決意。すると95年にレッドソックスに移籍し、同年9月にメジャーデビューを果たします。ただメジャーでは目立った活躍ができず、94年、95年と2年間で出場は52試合に終わりました。そんな中、再び日本から声がかかり、2回断れば罰が当たると思ったとホージーは来日を決意し、97年にヤクルトに入団することとなります。178センチ、80キロの筋肉質の30歳はいかにもメジャーリーガーと思いきや、来日初年度の97年春のユマキャンプではあまりの弱肩ぶりに加え、打撃練習においても極端なアッパースイングでポップフライを連発。さらにホージーは悪びれることなく、流れてくる音楽に乗って腰をフリフリしながら練習を続けていました。これには当時監督の野村も、誰やこんな使い物にならん選手を取ってきたんは、わしは4番が欲しかったんやとぼやかれ、落合博満からも史上最低の助っ人と評価されていました。ただ獲得に携わった編成部長の丸山は、精神的な面でチームを変えてくれる存在になる、ハングリーで野球に対する真摯な姿勢は絶対にプラスになると前を向き、ホージー本人も決して諦めていませんでした。ユニフォームのポケットにはメモ帳をいつも忍ばせ、打席が終わると配球を熱心にメモ。わずかメジャー通算52試合の出場ですでに30歳、ホージーはこのヤクルトでのプレーが自分にとってラストチャンスだということを誰よりも理解していました。神宮球場で試合がある日は主力選手の中では一番早く球場に現れ、入念に打ち込み、とにかくチームが勝つためならどんなことでもやる、そのために日本に来たのだから、そう言い、打撃コーチの若松らの助言にも素直に耳を傾けました。そんなハングリーさを持っていたホージーは、底抜けに明るいムードメーカーとしてもチームに溶け込んでいました。チーム内の呼び名はホージーが大ファンの横綱曙太郎から取って太郎。やがて周囲を巻き込み、監督の野村をクリントン、古田はブライアン、池山は JJ、 飯田がビリーとよくわからないニックネームをつけて喜んでいたといいます。そしてシーズンに入ってもヤクルトに欠かせない存在として活躍を見せることとなります。4月4日、巨人との開幕戦に7番レフトで出場すると、2戦目でホームランを放ち、5月末から3番に定着。そして6月には月間 MVP を受賞しました。これには監督の野村も、研究熱心さは変える、2度続けて空振りしても3度目は当て寄ると徐々に評価するようになっていました。そんな中、ホージーのトレードマークとなったのが、ファンからもらったプリクラをびっしりと貼ったド派手な練習用ヘルメットでした。最初はそんなもの貼るなと野村から苦言を呈されましたが、ファンからの贈り物を大切にしたい気持ちを伝えると、やがて何も言われなくなったといいます。そして前半戦の活躍が認められ、オールスターにも出場すると、第2戦で2安打1打点に加え、2盗塁も決め、優秀選手賞に選出。さらに後半戦はホージー自らがメジャーで通用すると認めた巨人の松井秀喜と熾烈なホームラン王争いを見せることとなります。9月中旬の巨人との3連戦初戦では、トップの松井に1本差と迫る35号を放つと、その後は敬遠されることもありましたが、第3戦ではガルベスからトップに並ぶ36号、結果的にホームラン数を38本にまで伸ばし、松井を1本差で退け、ホームラン王を獲得したのでした。また137試合の出場で
打率2割8分9厘、ホームラン38本、打点100。走っては20盗塁と文句なしの活躍を見せ、チームのリーグ優勝に大きく貢献しました。そして西武との日本シリーズではシリーズ史に残る珍プレーを見せます。第2戦4対5とヤクルト1点ビハインドで迎えた6回ワンアウト満塁で打席には法事。結果的にヤクルトはこの試合こそ落としましたが、4勝1敗で日本一に輝きました。シーズン前、あの助っ人では勝てないと言われていたからこそ見返した気分だった。そう語ると同時に、ホームのファンの前で優勝を決めることができて本当に幸せだったと言葉を残しました。翌98年シーズン、この年も活躍を期待されましたが、左肩亜脱臼や両膝痛に悩まされると同時に他球団からの徹底マークにも遭い、規定打席には届かず、打率2割3分3厘、ホームラン13本、打点42に終わります。そしてオフにヤクルトを戦力外となり帰国。99年以降はマイナーリーグや独立リーグでプレーしますが、メジャー復帰とはならず、2002年にユニフォームを脱ぎました。日本プロ野球に在籍したのはわずか2年でしたが、そう感じさせないほどにホージーは大きな存在感を見せました。来日当初は監督の野村をはじめ、周りから全くと言っていいほど評価されず、それでもホージーは評価されないことは全く気にしていなかった。好き嫌いは人それぞれ、結果で示すだけと努力を続け、見事に自身の実力を証明してみせたのでした。社会生活の中で新たな環境に飛び込めば、自身への評価のギャップに戸惑うことがあるかもしれません。あの人は俺の本当の実力を分かっていない、俺を評価してくれないなんてあの人は何も分かっていない。現時点で自身に下された評価に対し相手を責めたところで何も変わりません。本来の実力を評価してもらうために大切なのは、人の愚痴を言うことではなく自己研鑽に励み結果を残すことである。そうドゥエイン・ホージーの野球人生が教えてくれているのではないでしょうか。それでは今回の動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。